どうも皆さん、こんにちは。クラウドです。何も一言言うの忘れてたわ。まあいいや。今回のカスタムは原点回帰ということでね、全部ノーマルでマリオを使っていこうかなと思います。 なんかすげえ吹っ飛んでいったぞ。普通に走りやすいけど、まあまあシンプルにさ、なんでこんなみんなキノコ引いてんの？バグとかじゃないよね。びっくりした。なんだっけ、どうなんすかね、速さとか全然わかんないから、 B ダッシュとかに普通に追いつかれるんですかね。どうなんかわかんないけど、まあでもまあこれでも普通に勝てると思うんでね。皆さんもなんか友達がいてマリオカート持ってないならね、なんだっけ、あれすれ違い通信じゃねえや、ダウンロードプレイだっけ、違うな、忘れた。なんちゃらプレイだ。 まあ友達とやってみてはいかがでしょうかね。ってなったら確か兵法になるんだっけ、マリオの代わりに。多分マリオの方が早いんかな、これは。これうまいことちょうどいい感じになりましたね。勝ってるよな、きっとな。ただ、この部屋なんか、妨害最高とかいうなんか変な人いるんで、ろくに走れてるんすかね。今回は久しぶりに、マジの結構久しぶりじゃないかな。結構夜に撮ってるんですけど、11時くらいか。ろくな部屋がないんすかね、これ。悲しいなぁ。誰かに当たってる。これは普通に、これでいいわ。当たんねぇ。誰ぞ1位。負けたくないなぁ。ほう。うわ、ほう。あいー。僕ジャンプアクションミスったら落ちるぞ。セーフ。勝てるか？これ。どうだろう。いや、怪しいな。これは勝ちにくいな。よっと。無理でしたね。ろくに走れてないんかな？どうなんかわかんないけど。ハロー、そしてグッバイ。1位の日消えちゃったね。普通にゴールドの車よりめっちゃ走りやすいんだよな、これ。あれ、やっぱ、てかこのゲーム、だいたいタイヤ大事だよね。タイヤで性能決まってもいいぐらいだからな。もう全部相殺したぞ。うんちコングにボムをやるわ、俺が。ただ回答ゴミだな。いや、シンプルにこれ抜かせねえさ。しかも、マジか。おお、それは裏に投げるもんじゃないぞ。まあ、普通に勝とうと思ったら勝てますね、これ。もうこっから勝つの結構厳しいんですけどね。下がったか。とりあえずここで3台引きたいな。スターか。いや、コイン2枚か、しょべえな。ここ走りにき。いや、違う、カイト使えねえんだよな、本当に。というわけで、皆さん、このカスタムはおすすめしません。いや、使わされちゃった。さあ、おお、なるほど。まあ、ここで使うか、あんまり見ないし。ほえへへ。バイバイ。なんか久しぶりに聞いたな、マリオの声。マジで？甲高い日なんだけど。これワンチャン買ったんじゃね？
いやちょっと位置早かったかこれは。惜しいな。なんかまぐれで勝てそうだったんだけどな。まあこういう名前で走ってる人も警戒した方がいいよね。赤コーラが全然当たらない。いつになったら当たるんだ。消えた。まあもうちょいレース取っていきましょうかね。うん、別になんか3レースに固定しなくてもいいかなと思ってきましたんで、まあ適当にいい具合に飽きたらやめようかなって感じでこれからもやっていこうと思います。なんか裏2人のプレイヤーって人が増えましたね。うん、みんなも個性的なミー作ろうね。まあ俺はただ単に逃げてるだけなんだけどな。まあ、ライブの時はねもうバレちゃってるから普通のカスタにやっちゃうわあれですけど、俺のオリジナルミーにしてるんですけどね。うん、やっぱグライダーの操作が左右に全然効かないんで使いにくいっすねこれ。そもそもグライダーのせいなのか、どうなんすかねこれは。おい当たり強いな、やっぱそのカスタチートやほんまに。どう今のクラウン勝ったか。おいどう、ちょっとてかこのゲームスリストめっちゃ強いよな。やば、いやーやりにくいなここ。ウィキー、うわすまんなスター。お使わないかそれでも。なるほど、まあ、あんま保持しても意味ないんですけどね。ただまだサンダーとトゲが全く来てないんで怖いっちゃ怖いんだよな。どう来る、あなんか投げちゃった、それ当たらんよな俺に。待ってこれは、やばやば決まってしまった、うわーやばいマジか。いや楽しい、マリカー楽しいわこれ。いやこんなうまいこと決まると思わなかったわ。いやマジでいい終わり方したな。もう今日はこんな感じで終わろうかと思います。皆さんもね、まあ、1位独走してたらの話なんですけど、ああいうところでスターとかね取れるんで、まあ運が良くないと取れないんですけど取れるんで、まあ、ぜひ皆さんも、ね、狙ってみてはどうでしょうか。というわけで気持ちよく終わりました。ご視聴ありがとうございました。